俺も子孫は残したかったっていうのがあるから。ああ、その髪ね。これをめっちゃ、これを同じのが見たテーブルのおちゃんです。朝日です。ケントさんです。ごめんなさいね。お待たせしてます。1年以上経つなんだね。1年ぶりですね。ちょっとびっくりびっくり、なんか頭に目がいった。ねえ、通っていい？そっか、全然全然。すごくない？これどうなってんの？500円ですよ。やべえよ、やべえよ。前回違いますもんね。そうそう、違う違う違う、全然違う。そうやね、グランドではしゃいだあの選手。そう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 。まあなんかホットドッグの、あ、そうですね、イメージしかないから懐かしい。メガネと懐かしい。あれ、うちに負けたよね。ですね。そうだね。負けました。そうですね。負けたよね。そうだね。勝てないよ。何もないミュータントウェーブをいいよってコラボしてくれた方たちにもう一回出演していただこうとお呼びさせていただきます。ありがとうございます。はい。もうじゃあいっちゃうよ。いっちゃうよ。はい、去年いろんななんかトランスヘイトが世界中でざわ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 なって、やっぱいろんなとこ行くといろんな質問が来るので、こういう動画でちょこちょこ答えていこうかなっていうので、ケントさんにも聞きたいことがあって。あ、重い話持ってきたね。重いの持ってきたね。まあ手術の日本の戸籍を今まで変えるルールって、先生の診断だったりとか、男性ホルモン打つと乳腺の摘出、生殖器をこう取ってっていうので、まあ、戸籍変更まで行くっていうのがあったと思うんですけど、うん、その中の生殖器を取るっていう部分が、うん、まあ、最高裁で危険だっていうので、それについて結構ミュータントウェーブ周りから、うん、ミュータントウェーブだったら手術とか受ける前にこれが決まってたら、うん、取る取らないどうしてたって聞かれることが多くて。はい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 、聞かれるね。はいはいはい、なんかそこでトランスジェンダーとしてケントさんもどう思うのかなっていうのを。個人的にはあの想像できないじゃない、もう取っちゃってるから。僕それこそ13年とか15年ぐらい前に取っちゃってるから、なんか今更それを後悔してるかっていうと、かけらも後悔してないので、仮についてたとしても子宮卵巣がねあったとしても、今の日本の社会だったら、じゃあ僕子供を産みますってなった時に、自分の子孫を残すってなった時に、こうお母さんの立ち位置になるじゃない。女性として妊娠出産みたいな風潮になるじゃない、ね、だからそれをやりたいかって言われたら多分やらないし、だからあってもなくてもあんまり僕としては。だけどその日本のこの流れとかね、性別変更の条件が厳しいっていうのは意見としてあるから、選択肢があるじゃない。手術したい人はすればいいし、したくない人はしなくても性別変わるようになるっていうのはめちゃくちゃいいことになると思う、っていうのが僕の意見です。そうなるよね、考えるよね。でもし今の段階、あ、若い時に変わっとる前にさ、手術しなくても戸籍変わるよって言ったら僕取んなかったと思うな。今は後悔しないってだけで、わざわざ手術しなかったと思う。そうですね、お金かけて、うん、でもね、時間もね、痛みも、ね、ぶっちゃけさ、上は取りたいじゃん、うん、海行きたいとか、うん、T シャツ1枚で鍋シャツ着たくないみたいなのあったんだけど、うん、下に関してはホルモン打っちゃって生理止まった時点であんまり意識してなかった、うん、で手術した後も取ったかどうか分かんないよ。確かに実感はないですよね。何も変わらないから、持ってたとしても使う予定もなかったし、うんうん、あんまり意識してなかったから、そのお金のこと考えたらやんなかったんじゃないかなって気はしてるな、僕は。どのタイミングで聞くかでも結構違かったかもしれないですね、うんうん、そう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 、今後悔してないんだけどね、取んなきゃよかったとか思ってないんだけど、俺も子孫は残したかったっていうのがあるから。ああ、その髪ね。これをめっちゃ、これを同じのがマサベイビー見たくない？見たい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 、それは見たい。しかもいいでしょ、同じの、同じの出てきた。女の子とかでもそっくりの出てきた。やだやだ、見たかったなっていう。あ、でもそれはある、それはある、それはある。遺伝子を残したかった説はある。でもなんかさ、本当の気持ちを言えばさ、男として生殖機能欲しかったよね。もちろん、ね、そうそう、自分の遺伝子残したいって、こう女性として妊娠出産じゃなくて、うんうん、確かにそうだよね。でもそうなると、法律はまだ変わってないけど、うん、最高裁ですよ、意見が出たじゃないですか、はいはいはい、ってことは生殖機取らずとも、うん、戸籍が変えられるってことは、うん、戸籍男性だけど子宮卵巣ある
人ない人もいるってことですよね。そうですそうですそうです、うん、逆にその子宮卵巣ないのに戸籍変わってる僕らの方がこう古い人たちになってるわけじゃない確かに思うのメンバーですそこで線引きする必要もないと思うのよ、ね、自分子宮あるぜないぜとかぶっちゃけどうでもいいと思ってて、うん、僕はこれからはその子宮卵巣あるけど戸籍が変わるようになるっていう方向なんじゃないかな。まだでもこれ完全に決まってるわけではないと思うんですよ。性別適合手術が違憲だっていうだけで、うんうん、制度としてはまだ整ってないでしょ。そうですよね。なんなら MTF の方はあの5番目の条件があるじゃん、うん、性別か、その外見ですね。外見そこが MTF クリアできないから FTM はいいけど MTF はダメみたいになっちゃってて、そうですよね。なんか同じ思いをしてるはずなのに、うん、この体の形だけで、うんうん、そうなんかそこも不平等っていうか、それは絶対不平等だと思う。揉めるぞ、揉める揉める。でも本当によくニュースとかに出てるけど、うん、その戸籍が男性になったんだけど妊娠出産するっていうことがありえるから、うん、その辺の法整備とか、うん、そもそも戸籍変更の条件自体を変えていかないと、法律を変えなきゃいけないから、ね、時間かかるんじゃないかな。でも最高裁が決めたってことはそうなるしかないから、もう国が変わらざるを得ないっていう状況になってるから、まあ一つでもなんか新しいところに入っていったなって感じは、はい、そう前進といえば前進ですもんね。もう前進だと思う、間違いなく。なんかそういう新しいことが起きるときって絶対賛否両論あるし、うん、当事者間でも揉めてるじゃん、うん、なんなら当事者が結構反対意見大きいのかな、うん、なんかありますよ ね。ケンズさんが GPT でやってる手術のアテンダントお仕事してるじゃないですか。そこに依頼が来る来ないって反映してくる部分でもあるじゃないですか。めちゃくちゃ反映してくると、ビジネス、うん、ビジネスとして。それはね、これみんなに言われるんだけど、なんかちょっと僕はネジ飛んでるのかもしれないけど、そもそもそのアテンドなんかなくなってしまえって思いながらやってきた。立ち上げ当初からこうなることは目に見えて分かってたし、今13年間やってるんだけど、最初の3年ぐらいの時、2年ぐらいかから、このアテンド業はあと3年でなくなりますよってスタッフみんなに言ってた。それは時代が変わって手術が不要になるからっていうのと思ってたんだけど、全然変わらなくて13年経っちゃったみたいなのが、だから全然いつかなくなるって思ってたから、別になんかそんなに、なんだろう、そこに関しては長遅くねぐらいに思ってて、想定より遅かったっ、ね、遅かった、めちゃくちゃ13年結構進んじゃいました、ね、進んじゃいましたよ性別に悩まなくていい時代になればいいと思ってたから、はい、僕はこの方向はめちゃくちゃいい方向だと思って。でも面白いのがやっぱどんどん若年化してきてるっていうのがあるんだけど、でもやっぱり全国にいろんな人いるから年齢層自体は超幅広いの、うん、小学生から60歳まで相談が来るの、うんうん、年代別で悩みの感じはもう層がはっきり分かれてて、ここ交わんないなって思う。もちろん個人差あるよ、うん、もちろん交わらないと思うね。こう過ごしてきた経験が全然違うって感じがする、うんうん、上の年齢の人たちっていろんなものハードル、うん、今より高いと思うんですけど、高い高い、逆に時代が進んで変わってきたから、うん、手術とかそういう治療に移行できるわってなる人も増えてたりする。そうだから今来る50代とか60代とかそういう人たちで昔は言えなかったし、うん、とかもそれこそ本当にね、うん、悲しい話なんだけど親御さんが亡くなったんでやっと治療できますとか、はいはい、逆に若い子たちなんか親が治してくださいって言ってお金払う、20歳の子とか10代の子とか、だからみんながみんなじゃない、もちろん、全然違うんだけど、そういう差はね、色濃くありますよ。いろんな話を聞けるとは思わない。僕も勉強させてもらった中、この業界にめちゃめちゃこう時代が変わっていくのが直で感じますよね。直で感じる。だからこの過渡期に生まれてよかったなと思ってるんで、変わる時に。確かにそれはありますよ ね。大変だけど奇跡だなと思う、うん、どうやらお店をそうかね、新しいことを始めたって言ったやられたというお話を聞いて、そうなんですよ、はい、この度ですね、株式会社 GPIT はですね、新宿2丁目にショットバーをオープンすることになりました。まさかの、すごいですね。すごい。いやでもやっぱ情勢が変わったっていうのもあるよ。アテンドがそのね下火になるとか、これからどんどん下がってくるっていうので、やっぱスタッフの給料とか考えなきゃいけないし、なんかスタッフの入れ替えとかがあって、結構ねアッパーなスタッフが集まったんです。チラッと見たらだいぶアッパーな、だいぶアッパーなスタッフが集まって、あ、いけるなと思っての、こう人ありきの踏み切った感じですね。どういうスタイルですか。あ、なんて言うんだろう、アメリカンアメリカンパブみたいな感じで、
で一応一番安いお酒で1杯600円からっていう感じ、はい、ソフトドリンク400円からっていう感じで、ちょっとポテトフライとか簡単な揚げ物とかフードもあります。いいですね、うん、でもいろんなセクシュアリティの人がもう入れる。そうそうそう、もう誰でも、のんけさんでもいいし、もう誰でも入れるようなボーダーレスな感じにしたくて、うん、ただ二十歳未満はなしで、がっつりに新宿の住所もがっつり新宿2丁目で、うん、2-7-5の松田ビルってとこで、1階にキッカラーメンが入ってるんだけど、新宿通り沿い、まあ、駅で言ったら御苑が一番近いんで徒歩1分ぐらいだと思う。あれスタッフは募集されてるんですか？あんなに、はい、あれ働いてくれるマジで働いてくれる。でロゴとか超可愛いよ、見てほしい。ザ・マサ好きだと思う。可愛くないこれとか、ちょっとサイケルとか、可愛い、いいですね。これがあのスタッフ T シャツでラグランとか作ったパーカーで、これロゴはこのイメージはセーラーマーキュリーのシャボンスプレーとストリートの掛け合わせです。これだけ出てきちゃった。あんたが好きだからシャボンスプレーってやってストリート掛け合わせたからなるほどすごいコラボだそれは。そういやでもぜひなんか、うんね、交流の場としても、ねうん、なんか気軽に遊びに行っていただきたい、うんうん、誰でも入れるのでぜひ遊びに来てください、はい、ではあのコラボ動画も撮ってますので、うんうん、GP とチャンネル遊びに行ってください、はい、今日はありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。シャボンスプレー、シャボンスプレー。